はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日は3月28日日曜日、時刻の方は21時21分です。メールピュレッテッテッテンピピュー。はい、そんなわけでね、今回は楽天モバイルのテクニックね、こちらの方を紹介したいと思います。はい、まあ楽天ハードでもね、ミニもパンダも同じなんだけども、一瞬の在庫復活を逃がさないための事前準備ね、すごい技をね、伝授していただきました。はい、投稿いただいたのはこちら、ででん、はい、ベイ・パトリック・ジュニアさんでございますね。はい、ちょうどね、もうずっと巡回しながらドリフ見てたんだけどね、もうリロードリロード、ずっとね、あのリロードリロードリロードずっとやってるからね、すぐ捕まえられましたね。はい、楽天ハンド課長のおじい様、そうなの？楽天ハンド情報だけ見ております、そうなの？ね、じゃあ全部タイトル楽天ハンドって書いておけば全部見てくれるのかな。じゃあね、どうも3月27日から完全楽天エリアで、ギガバイト消費されてるみたいな感じです。前楽天モバイルで27日のギガバイト消費が全て楽天回線で、パートナー回線が減っても、おめでとうってことは、あの緑色のあれじゃん、楽天回線になったってことじゃんね、おめでとうございます。楽天ハンド週末に発送してる説ないですか？ネットで本人確認、金曜日発送かっこヤマト運輸、受取時本人確認、土曜日発送佐川急便。一人暮らしで早く欲しい方はネットで本人確認が早いようです。最短翌日発送、受取時本人確認は発送手続きに最短3日程度かかるようです。機種在庫のありなしで発送遅延が起こるのでなく、本人確認が大事みたいです。全ては推測です、ということでね、まあ今そんな時期なのかな。おじい毎回本人確認手渡しなんだけど、3回注文したよね。で11日発送の13日到着で、パンダもニミニも到着してすぐに翌日発送、その次来たからね、あちょっと片っ端だけ1日遅らせたけど、まあ今はこの時期そういう説あるの？本当？で、在庫が時々復活したのを確実にゲットするのはネットで本人確認を終了させないと注文中に在庫なしになるみたいで、そうグズグズしているとなくなっちゃうんだよこれがね。だからカートの中に入れただけではダメなんだよ。ちゃんとレジまで行って精算しないとおっぽいってあのカゴの中に持ってかれちゃうんだよね、これね。で本人確認は注文中でなく回線だけ注文で事前に済ませておく、ふむふむ、で注文確定しない、ね、とりあえずカートに入れてあの本人確認だけ先あのやっておくってことはね、注文確定しないでことができます。なるほど。で電話番号指定も含めて先に、要はあの暇な時に先それやっちゃうってことだね。先に SIM カード注文と本人確認を済ませておき、ハンドの在庫あったら速攻注文完了が確実ですね。素人意見で生意気すいませんってことだよね。これはそうだね、有効技かもしれないね。でまあどのみち本人確認その前もってあの多分本人確認があのダメだと2、3日ぐらい経ってからね、ダメですって来ると思うんだけど、先に本人確認でやって注文が確定しない状態で本人確認書類だけ送ってもそれが有効か無効かぐらいはあれかな、審査してくれるのかな、どうなんだろうな。ここなんだよ。というか元気なおじいのチャンネルではネットで本人確認を
やって、はい、で難期生つけられて一度ならず二度までもね蹴られたっていうパターン結構聞いてるんでね。なんで、まあ、そこのところがなければね、あとまあ楽天のところにねよく情報漏洩しちゃうけども、まあ、そこにね本人情報、まあ、あってもいいやっていう、まあ、そこら辺の割り切りだけできれば、まあ、有効技ではないかなとおじいは思いました、ね。うん、まあ、とりあえず週末発送説、うん、そうだね、おじい受け取り時本人確認しかしたことがないんで、佐賀急便で来てるよね、まあ、これエリアじゃないのかなって思うんだけどね。これってどうなんだろう、これ見てる皆さんどう、受け取り時本人確認の方みんな佐川だった、おじいはそうだった、でネットで本人確認の時はヤマトだった、おじい一番最初ネットでやったよな、1年前の一番最初はネットでやったよ確か。でまたもう一回なんだっけ、正式注文のお金来たバカやらめんどくせえじゃねえかしてやめたーしてやったから、最初はね最初ヤマトで来たかな、もう記憶にないな。それであれかな、なんかでもこれね本人確認だと佐賀急便で来る説、うん、あるかもしれないね。そうなのかな。ねえ、ここのとこで営業所がヤマトの方が圧倒的に有利だと思うけど、だとしたらネットで本人確認を先に済ましたが、最初に済ましちゃう、最初に済ましちゃう、だから在庫確認、まあ、在庫があるなしで、そうだね、まあ、いつ復活するか分かんないけど、おそらくね本人確認が2、3日後に来るんだよね、却下されるっていうのがね。あれでもさ、本人確認して申し込んだのに、ね、2、3日経ってからダメだって言われましたって、そういうのは、それもすぐに、あれだな、2、3日ぐらいかかってるってことじゃないの？ネットで本人確認最短翌日発送、まあ最短ね、でもネット確認で後日今頃になって却下されました、なんで最初に言ってくんないんだって、そういう苦情結構おじいのところに来てるけどね。さあこの推測どうなんだろうね、どうなんでしょう。ネットで本人確認すると金曜日の、これないどっかでまたあれなの、なんか都市伝説出てるでもこれはでもね、先に本人確認を済ませておくで、注文確定しないと審査してくんないとかってそれないのかな。おじいまいちなんかね、楽天モバイル信用できないんだよな、注文確定していないのに回線だけ注文カードに入れて、で本人確認書類を、電話番号を決めて本人確認書類を送ってって、それ審査やってくれんのかな。だってそのまま放置でだってできるってことでしょ、1週間でも2週間でも3週間でも。だからその本人確認だけでまだハンドが復活するまで1週間2週間3週間もずっと待ってるってことでしょ。その状態で本人確認の結果来るのかな、うん、それ本人確認だけでもやってくれるんだったらあれだよね、一回ちょっとこうやって手で隠しちゃって、それからピンボケにしてアップしてでダメですっていう連絡もらえたらやってくれるってことなんだよね多分ね。だから注文確定しないでそれだけちょっと試してみるってこともできるよねやってみる一応だ SIM だけ注文しないけど本人確認だけで、ねね、で同じ人がさ2回生目3回生目ってやるときにさ
いちいち本人確認、あ、めんどくさいね。あ、何なんだろうね。毎回毎回してからねえの。さあ、そんなわけでね、今回は、あ、メイ・パトリック・ジュニアさんからのね、まあ、とりあえずあの私の推測だよってことなんだけども、お、まあ、ここら辺、まあ、アイデアだよね、本当。何でも思いついたらとりあえず実行してみる価値はあるんだよね、本当、うん、なのでね、やってみないことにはわからない。でも今もうこの時期に来て後がないわけじゃん、結局。でおじいもね、今日ずっとあのタブレットで見てたんだけども、開通日はおじい13日に届いて14日から開通してて、1日ね、あ、受け取った日ってこうなってたけども、注文したのが11日なんだよね。で注文日っていうのが、契約日っていうのが4月の11日おじいが申し込んだ日になってるんだよ。だからね、4月の7日の23時59分59秒までの申し込み、完了通知が来ればとりあえず1年間無料はゲットできるんだよね。とりあえずそこはもう分かったんだよ、ね、だからね、今日どこの動画だっかな、実店舗だとその場でもらえるから間に合うけども、もしかして到着して開通からスタートだったらネット組間に合わないよねって思って、でおじいもずっとタブレット見てたんだけど、契約日は申し込んだ日になってるから、そこのところでもフラグが立つんだよね。だからいつ開通したかとかっていうのは別に、そこから1年間無料が始まるっていうのは、そこはもうその1年間無料のフラグが立ったらスタート地点がいつか、それで決まるだけの話やって、その1年間無料のフラグが立つか立たないかはやっぱり4月の7日中の日付で申し込みが完了したかどうか、ここで決まるよね、これはね。だからね、まあ、今さ、黒パンダだけは在庫があるわけなんで、本当にもう最後の最後何もない人で、あーってね、ラストワンチャンハンド待ってる方いたもんね、確かね。うん、それを思うとさ、そうだね、このお申し込みの状態で、ね、先にこっちのプラン選択して本人確認だけあれだね、どんどんさっさと済まして、で注文確定しないで、また戻ってきてカートでだから一緒の状態でハンドが来るのを待つって、そういう感じだよね。そこまでだから先にやっちゃっておくってことだよね、うん、めちゃめちゃいいアイデアだね。ね、まあ、とりあえず黒パンダしか在庫がない状態だね。そうだね、ハンドは在庫がなしと。で、ミニも在庫がなしと。そうだね、うん、で、ああ来たっつってカートに入れてからやってる間に争奪戦でなくなっちゃうからね。もうそうだね、今回のこれいいやり方だと思うよ。もう後がないからね。だからグズグズしてて次をあーってやってる間になくなっちゃったっていう人いっぱいいるから、これはもう最後の頼みの綱としてこれにかけるしかないね、うん、いいアイデアだこれはね。はい、そんなわけで、元気なおじいもね、これはいいアイデアだと思います。もう後がないので、もうワンチャンラストチャンス狙ってる方ね、もうこのやり方だね。先に死後だけ番号を決めた人は番号を決めて、ね、何回もやり直せばあの番号を3つ入れ替わるからね。それで本人確認まで済ましておいて注文しない状態で、あとはハンドを一緒にねカートに入れて、入れたらもうパッてすぐ注文というね、その状態で準備しておく、ね、いい方法だね。そんなわけで皆さんのご意見もどんどん、これいいアイデアだね、皆さんもやったって感じだね。そこで次でもう期日ギリギリまで来なかったらもうしょうがない、パンダ入れて注文がいいね、まあ、ただ死ぬだけ注文するのも職人さんあるだろうからね、せめてパンダぐらいはゲットしたいよね。はい、そんなわけでね、いやこれはねちょっとしびれちゃうようないい情報だったので、もう瞬時に動画を作らせていただきましたね。もう2分ですぐ拾ったからね。はい、一瞬の在庫復活を逃さないための事前準備編でございました。うわーこれはすごいなと思ったらグッドボタンね、暇つぶしだったらいいねを押しておいてください。チャンネル登録もよろしくね。
おじいでした。またね、バイバイ、ありがとうね。